日本鉄道、日本鉄道は日本初の私鉄であり、現在の東北本線や高崎線、常磐線など、東日本の東日本旅客鉄道、JR 東日本の路線の多くを建設、運営していた会社である。1872年5月、高島かえもんは、東京から青森に至り北海道開拓を支える、鉄道の建設を政府に権限、却下されるも、高島は、 政府要人の岩倉智美を解き、鍋島直弘、八塚持ち焼きをして、明治天皇及び当時の政府に、家族と氏族が家財を持って会社を建て、東京と青森あるいは、東京と越後新潟に鉄路を式場機器官社を走らせることを補えすことを権限させた。こうした経緯を経た1881年8月1日、岩倉智美をはじめとする家族などが参加して、 私立鉄道会社、日本鉄道の創立が決定し、同年11月11日、設立特許条約書がカ付され、初代社長に吉井智美を選出して会社が設立された。もともと政府では、井上正良をはじめとして、鉄道は国が伏設して国が保有すべきであるという意見が強かったが、西南戦争の出費などで財政が急防してしまったこともあり、 民間資本を取り入れて、鉄道を敷設することになった。政府の事業として計画された、中線道沿いの鉄道区間のうち、東京高崎間の測量が開始されたが、前述のような理由による、財政難から工事は着工されなかった。これに対して、民間資金による鉄道の早期開業を求める、動きがあり、日本鉄道の設立に結実した。設立当初は、 以下4路線の建設を目的にしており、そのため社名も、いずれ、日本全国の鉄道をこの会社に付設させる、目標から付けられたが、実際に建設されたのは1にあたる東日本の路線のみであった。1882年、明治15年、カバパ、チ、熊谷間から建設を開始、当初は貿易港がある品川、横浜と直結する計画であったが、 山手の起伏が大きく建設費はより高額となることが見込まれたため、まずは東京下町の山下町、現代遠く上の大きい点として建設が進み、1883年、明治16年7月28日に第一区線の上の熊谷間を開業。その後、第一区線の高崎、下、前橋、内藤分停車場への延伸、利根川手前、 赤羽品川間の品川線、現在の赤羽線、赤羽池袋間と山手線池袋、品川間、1885年3月1日、開業、第2区線、大宮白川間、第3区線、白川仙台間、第4区線、仙台盛岡間、第5区線、盛岡大森間と順次建設し、1891年、明治24年9月1日に、 現在の東北本線全線、上野青森間が開業した。このほか、1889年、明治22年12月には、第一区線を、両毛鉄道、原両毛線の前橋まで、延伸。1890年8月1日には、日光線、宇都宮日光を全通する。翌1891年、明治24年には、水戸鉄道、 現水戸線を山水戸間を買収、途中駅である友部を、分岐点として1895年、明治28年11月4日に、友部土浦間の土浦線、現状番線北部区間、また1896年、明治29年12月25日に、土浦田畑間の道南部区間を開業する。一方で1897年、明治30年には、 両毛鉄道を買収し、1898年、明治31年8月23日には、水戸岩沼間の岩木線、常磐、日本鉄道での路線名は、海岸線を全通させた。なお、同年1898年2月24日には、福島の機関士など、およそ400人が、日本初の鉄道ストライキに突入、ストにより、上野青森間が、運行休止となった。 ストは4日に及び労働者側の要求、待遇改善は大半が認められた。現在の山手線池袋田端間、当初は豊島線とも故障が開設されたのは1903年、明治36年4月1日のことである。形式的には、私鉄ではあったが、路線の建設や運営には政府及び、間接鉄道が関わっており、建設路線の決定も、 国策的要素が優先されたり、国有地の無償対応、建設国営など、実質上は、半官半民の会社であった。それに関して、以下のような引誘事例がある。特に、仙台駅北の鉄道建設にあたっては、人口密度が低いことから開業後も十分な利益を上げることが難しいとの理由で、国は建設中の資金利子8、8%を肩代わりして負担したり、 関誘地を無償で、同鉄道に払い下げるなどの優遇措置を取っている。以後、これに触発されるような形で、山陽鉄道、九州鉄道、北海道炭鉱鉄道などの新たな私鉄会社が、続々と日本各地で創設され、日本の鉄道はその多くが資材で建設されることになる。1906年、明治39年交付の鉄道国有法により、 同年11月1日に国有化された。前年の規模は、機関車356両、客車847両、貨車5731両、路線長 860M35C であった。国有化後、日本鉄道が建設した路線はしばらく、元日本線と呼ばれていたが、これでは多く、路線を有していた。 旧日本鉄道の線区を区分するのに不都合なため、1909年、明治42年に、国有鉄道線路名称が制定され、東北本線や高崎線などといった、現在の呼び名が生まれることになった。下記は、国有化直前、1906年10月31日における、開業路線の一覧である。路線の総延長は85 M C、859M75C。 日本鉄道では、会社定管の第2条で、本会社の目的派左に記載する鉄道を、不設周入の合意無二在理として、次のように区分されていた。以下では国有化直前の内容を示す。蒸気機関車の形式は、メーカーの略称、アルファベットの大文字一字、または二字にテンダー機関車は、t を付し、数字部分は、同軸数、相軸数で表されている。 また、B は、ボギー式の二軸先台車を装備していることを表す。例えば、DBT2、4とは、ダブス車、DBS 製のボギー式先台車を装備した、テンダー機関車で、総軸数4、同軸数2を意味する。一方で、機関車固有の番号は、形式に関わりなく追番で、付与されている。日本鉄道発足当初は、機関車の輸入が、 関節鉄道により代行されていたこともあり、関節鉄道の機関車と投資で番号が付けられていたが、1893年、明治26年に、日本鉄道独自の一連番号に変更、改版された。その後、1898年、明治31年に、アメリカ製の機関車の番号を501からすようにし、その際、工事用、 入れ替え用の機関車をそれぞれ、高一、置、おつに改めた。1903年、明治36年以降は、401、701、801、タイという番号区分が生じている。ボギー客車は製作時期により3タイプに分かれる。また国有化後に、基本形客車登場以前に、大宮工場で製作された車両も、旧日本鉄道とみなされておりここで取り上げる。 最初に登場したボギー車は1889年から1890年にかけて関節鉄道新橋工場、神戸工場で上中等車、12等車10両、下等車、3等車40両が製作された。車体は関節鉄道、ボギー客車に告示しており、最大長さ493、屋根は2層で照明は油灯で、屋根状にランプケースが突出している。 便所は、客室中央部にあり、貫通扉はなかった。1902年になり全車貫通式に改造され3等車の、うち12両が2、23等車5両3等関急車7両に改造された。後にこのグループは、交互ボギー客車と呼ばれるようになった1899年から1900年に、かけて、日本鉄道大宮工場で12等車4両、23等車4両、 三等車十両、三等で荷物、換急車四両が製作された。オープンデッキとなり、最大長さ59、6、屋根は2層で、大枠は、イギリスリード車製の魚服系である。台車は、軸羽式と釣り合い張り式の二種があり、イギリスリーズフォー自車製。便所は、客室中央部にある。後に、これらの車両は、お都合ボギー客車と呼ばれるようになった1903年に、 日本鉄道大宮工場で12等車6両、23等車3両、3等車14両、3等、関急車5両が申請された。これらの車両は、お都合より短くなり最大長さ5に、寒冷地を考慮し、オープンデッキをやめ側扉を設置。便所は周期を客室内に漏れないよう車端部に設置した。また貫通ホロが取り付けられた。台車は軸羽式。 イギリスリーズフォージ社製。大枠は、オツ号と同じギリスリード社製の魚服型で、ストック品を使用。平号、ボギー客車と呼ばれた。国有化後の1909年に、大宮工場で製作された。旧日本鉄道の記号番号が付番された。この車両で丸屋根となり一部の車両は三軸、ボギー台車が採用された。照明が伝統となり屋根状に、 通風機、トルペードが装備された。また台車は、軸羽根式と釣り合い張り式の二種でお都合の台車より、軸距が延長されている、形式図は、客車略図外館国立国会図書館デジタルコレクションより。1906年に日本鉄道が、青函航路向けに、イギリスに発注したが、1908年竣工時には、国有化されていた。著者。 弊社の50音順、関係者、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。